こんにちは出会い場カンパニーの清水です今日はですねもし私が現役社長の私がですね就活生になってエントリーシートを書くならどういうふうに書きますかっていうシリーズをやらさせていただいています実はですねこのシリーズはですね2つ作っていてエントリーシートの中の志望動機というやつを取らさせていただいてるんですね志望動機は誰としますかというのと ね「何をしたいですか?」っていう形で書くのの2つがセオリーとしてあると言われてるんです今日は誰としたいか編っていかう内容なんですで何をしたいか編が見たい場合にはこちらに関連動画のところに上がってますから是非そちらの方を見ていただければ何をしたいか編っていうのが参考になると思いますでは今日は「誰としたいか編」という形で進めさせていただきます。そうすするとです、ね、誰とでね誰したいか っていう時これ何をしたいかの時も基本的なお話をしたんですけども就職を考える上での考え方っていうのはいくつかあるんですねそうですよねあなたはどんな仕事に就きたいのかあなたはどんな環境で働きたいのかそしてそれを中心として将来的にどうなっていきたいのかこれを基軸に作っていってるんだよねこれがポイントになっていますそういう意味で言うと環境から始まって展望へ 仕事の内容から始まって展望へのこの二つの道があるそして今日はこの環境誰と働くかが最も重要で将来はこういう風うになっていきたいこの仕掛けで書いてある志望動機ですこの感じだね誰としたいかが中心になって将来どういう貢献をしたいかいいですかこれはテイクとギブを書かなければいけないってことなんですね誰としたいかっていうのは私のテイク捕まえたいものなんだよどんな貢献をあなたにしたいか 私があなたに提供するギブだってことだよね志望動機はテイクとギブを書かなきゃいけないんで、テイクテイク私はこうなりたいこうなりたいこうなりたいじゃあうちの会社に入って何をするのって分かんないよねギブギブギブだけだと嘘くさいんだよだからテイクとギブこの関係性の中で書かないといけないじゃあ基本の構成をもう1回確認しようね志望動機があって理由があるそして理由を補足する 体験談もしくは知識があるそうだねでもここにグラフがあるように知識よりも体験談の方が重要な,んだよなぜだか体験談の方が人の心が動くそれとあなたたちがエントリーシート書いても知識は一般論でしかない体験談は個別の問題だからあなたと同じ体験談を書いてる人は普通はいないんだよ。 だから目に留まるんだよわかる？そういう意味では絶対にエントリーシートは体験談で志望動機を書くべきだっていうことにあるんだねじゃあこの基本的な構成に従って動機の作り方環境視点志望動機があってきっかけがあって起業軸があって自分軸があって最後貢献したいこの流れで行くんだけど企業軸は何かっていうと あななたの会社はこんな企業風土で引かれたっていうことがポイントだねでそのあなたが持っている企業の風土が私の価値観とか特性に合うこれが基本の流れになるっていうことなんだね。そして最後あなたの会社に入って私はこういう貢献をしたいっていう内容じゃなきゃいけないってことだね。じゃあこれに従って私も書いてみました。 私の内容はまさに実際に私がこの環境視点で入った会社リクルートという会社です。まずこのリクルートを題材にした時の実際の存の期のエピソードのきっかけになった出来事をここに書いてあります。どんなことがあったかというとですね、もともと研究室の修士2年の先輩の 高校の同級生がリクルートの人事だったっていう関係があったんです。僕が大学4年の時に大学院の先輩と一緒に研究をしてて、その大学院2年の人の高校の同級生がリクルートで人事2年目だってことがあった。で、ま、たまたまその僕の先輩と彼とが、まあ、高校の同級生のクラス会の 幹事だったんでクラス会の打ち合わせときにまあ就活の話になって先輩も就活だからねでうちの4年俺だね変な学生がいてた文系就職したやつがいるんだよって言ったらへえ面白い子がいるんだね一回飯食わないかっていうのがきっかけだったそうだねで当時リクルートは理系を実は採用してませんでしたただものすごく生意気な僕を見たその 先輩がですね、あの前、いわゆる先輩っていうか、リクルートの人事の2名の人が、へえこんな名前いきなりして理系でいるんだ、面白いからちょっと呼ぼうぜって言って呼んだのが一つのきっかけになった。当時、リクルートはですね、平均年齢25。もうなんかどっかのサークルみたいな感じでしたね。で、若手の人に何人も人事の人に合わせてもらったんで、若手って言っても25から6ぐらいの人ですよ、みんな。で 俺はねみんな第一人称で買ったんだよ俺は私は私の会社はって言うんだよ俺はリクルートって一人も言わない珍しい会社に出会いましたよリクルートはねって誰も言うんだよ私の会社はね僕の会社はねって言うんだよあんた社長じゃないよねでもそういう会社へえすげえ会社だなと思ってその迫力に参った感じだねそして 自分はここうしてるんだよこの会社を単なる一平社員の営業3年目ぐらいのやつがみんな言うんだよ何なんだこの会社と思ってそこに興味を持ってへえんか自分のこの生,生意気さ加減に合ってんなと思ってでたまたま私は理科系に入ってたけど特にまあエンジニアになりたかったわけでも何でもなくて興味がなかった時に出会ったこれが背景にあった。 じゃあこの背景をもとに私が志望動機を書きましたこんな感じ私がリクルートに入社したい理由は出会った全ての社員が一人称で会社を語り自分たちが支えているという気概と自分たちが日本を代表する企業に成長させるというみなぎる野心を持っている姿に惹かれたからですこれが理由だねそしてここからね私自身理系に進んだものの エンジニアものづくりに興味を持てず人に関わって人を動かしたり何か難しいことに挑戦していくそれも組織や上司から細かく指示されるようなことより自分で考えて動いていくような仕事がしたいと思っていた自分の価値観そしてリクルートが持ってる価値観に私似てますでしょっていうことここでこう話してるんだねでその時 そんな時にきっかかけを書くんだここからねたまたま私と一緒に研究してる先輩が人事の〇〇さんの同級という縁でいろんな先輩を紹介していただきそのような人々に興味を持った意識のと意欲の高い人が多く全員が一人称で自分の会社を語り自分たちで会社を変えていけるリクルートという集団に入って自分の力を試してみたいと思ったこれはテイクそして 最後ね私に一印象で語ってくれた誰々さんのように早くから会社の発展に貢献できればと思いましたこれがギブなんでこのギブはすごく先のことじゃなくてまずは戦力になってお返ししたいっていう身近なところで答えたこれはなぜかっていうとそういう人が人を作っていく集団だから将来社長なりてみたいな怪しいことよりもまずはあなたに貢献したいっていう方がいいんじゃないかっていう視点で書いたってことなんだね。これが自分の 環境視点から展望視点に切り替えていったっていうバージョンで作ったっていうバージョンなんだねそういう意味で言うとこういう風うにしていいんだよ多くの人が勘違いしてるんだけど展望 環境視点から展望視点の移行の動機があってもいいんだよ。だって私、リクルートの、例えばね、なんとか事業に入りたいから入ろうと思ったんじゃないもん事業は何でもよかった。こういう雰囲気とそういうみなぎる野心を持った人って働けること楽しい。それも入社の動機になるってことを理解してほしいんだな。わかりますね。そういう形で書かれたものです。ぜひ皆さんもですね、実際に環境視点で 書く場合には、こういうふうに書くのがいいんだなって一つの例としてお見せしたんで、これを参考にしていただいて書いていただければと思います。その時に忘れてはいけないのは、あなたの体験談のリアルなものをどれだけ入れられるか、ここが勝負になるってことなんだな。そこを注意して作っていただければと思います。で、最初にお話したように、これの仕事視点編っていうのもあります。何がしたいか、そのことも 意識してやっていただきたい方そちらの方も見ていただければと思いますで我々月曜日から今土曜日まで週に6回皆さんのお役に立てる情報を提供させていただいてますぜひご興味がある方マイチャンネル登録して全部見てくださいそして今日のやつ清水さん意外と良かったという場合には高評価ボタンよろしくお願いします励みになりますんでそしてですね我々皆さんが質問をここで書いていただければ必ず見てご返事するようにしますぜひ質問を積極的に投稿いただければと思いますそれと 常に始めているんですけどもいろんな方がですねいろんな質問がありますエントリーシート面接の時、素朴な質問 それに答えられるような部分を週に1回もしくは週に2回の頻度で今相談会っていうのをやらさせていただいてます是非そこにご興味がある人は参加いただいてあの直接質問をいただければと思います是非皆さんがですね志望動機というのはね日本の企業の場合はとても重要なんです志望動機がちゃんとかけない子は合格できないって言われてますから志望動機をきちっとかけるようになってくださいね是非我々は皆さんの就職を応援してますよろしくお願いします